こんにちは。こんにちは。ド素人シリーズビデオ撮影、はい、チャレンジビデオ撮影ですね、はい、お時間です。今日も少し遅れてしまいましたが、はい、うん、なるほど。今日は実は、うん、この放送最終回になります。最終回、はい。どうでしたかね。いや、非常に学びましたよ僕はレベルアップしました。そうですか、かなり。このどんな項目でやりましたか。どんな項目、はい、まず最初はですね、デジタルとかアナログ、もう本当に基本用語ですね。ああ、映像、ね、映像についての、で、なん HDV が何なんだとか、ね、HDV が、はい、DV が何なんだとか、ね、そうです、そういうことですな。そうです、はいはいはい。それから2回目がですね、うん、カメラ、うん、カメラの種類、ね、機種とか種類とかですね。ああ、CMOS？ そうです、CMOS の話とか、CMOS とかね、はい、CMOS ね、話しましたね。うん、そうだね。3回目は、うん、持ち方ですね。ああ、はい、撮影のね、まあ、構えとかね。構えです。うんうんうん、だ操作、基本操作ですね。そうですよね。やりましたね。はい。その回は画像グラグラしたんじゃないですかね。なんかこう振り回したら、はいはい、そうでしょうね。そこからなんですよ、表現っていうのが出てきた。あ、そこからね、はい、表現ね、はい、はいはいはい。表現する上で大事なことが、うん、何でした？一個だけ覚えときゃいいんですね。イマジナリーなんですよね。はい、視聴者が混乱しないような、うん、イメージ、うん。視聴者は画面しか見てないのでね。そうですよね。どんな配置になってんだろうって全然さっきから見てるけど想像できないんだけどって、ね、はい、いう風になる場合もあるんですよ、うん、下手なアングルとか、うん、をつなぎ合わせちゃうと、はい、あれこの人右側にいたんじゃないの、うんうん、なんで急に左側に行ってるのってなんか微妙な違和感感じたりするからね。イマジナリーラインですよね、はい、そうそう。それでそれを、まあ、時間軸を合わせてカット編集っていうのがあるよと、うん、はい、そうですね。11レイヤーぐらいなんか重ねよったですね。重ねましたそんなに重ねてすごいよねって。いや、夢が最高でしたね。撮りたかったんです。あ、なるほどね、はい、うん、あれ実際はカメラたくさんあればよかったよね、うん、ああいう生身の人間が同じ活動をどんだけできるかっていうのは難しいんだけども、はい、例えばもうあの回の編集のつなげたではないですか、はい、もうあのカットがもう頭の中にあるんだったらばですね、うん、そこだけ演じてもらって足すってこともできるかもしれない。あ、なるほど、うん、全部1曲やってもらうのを11回やるんじゃなくて、はい、まあ、最初の4小節このカットでいくよと、はい、次の4小節このカットでいくよとかっていうようなことの方がもしかしたら、音はうまくいったかもしれない。一つのカメラで撮る努力としてはね、はい、そういう方法があったのかもなって気がします、ね、なるほど。演者さんも楽ですかね、はい、楽なんじゃないですか。1回だけやる、まあ、結局投資じゃないけど、はい、まあ、こま切れで1回だけやればいいわけでしょ、うんうん、でこれがよく映画で使われますよね。あ、このそうですか。ですかね、カット撮影じゃないですか、はい、まあ、そういうことですよね、はい、シーン、例えばこういう構図だとすると、まあ、ここにカメラがあって、うん、こう赤星だけ撮って、はい、で、まあ、こっちからこう撮ってるという図があると多分ですね、はい、分かると思います、うん、でお互い実際いないと、いない、一人ずつ撮ってると。なるほど。で自分のセリフだけ喋る、はい、自分のセリフだけ喋る、でこんなトーンでいきますんで相手さんもお忙しいので、うん、じゃあ自分のとこだけお願いしますって例えばセリフ5つ喋ったと、でこう撮った、はい、でさよならと、で次の日と同じとこが来て時間が忙しいので来ました、はい、先ほどこっちに座ってもらったんでこう話してる感じでここですという感じで、ここに、まあ、代理かなんか座らせておいて、うん、こいつは映らないわけですよ、はい、こっちだけ撮ると、でこの人にも5つのセリフを一人で喋ってもらうっていうふうに撮ると、あ、まあ代役立ててもいいですけどね、はい、代役に喋る、代役も喋ると、うん、何でもいいんですけど、そうして別々のものを5個こう交互にやるとつながると思います、つながると思います、うん、と思います。あ、これでね、本当はねもう一個ですね、はい、この間その反面率が高い映像は、うん、高いっていうか、まあ、例えば今映ってるような映像は
ちょっと理解する、状況を理解するのに引いて撮ってるから、うん、少し時間がかかると、はい、でアップのものは状況を理解するのは割に早いです、うん、なのでアップのものは短くてもいいですよ、うん、とで引いたものは長くないとなかなかその中の情報を人間が読み取る時間が必要ですよと、うん、話をしましたよね、うん、失礼いたしました。これ一つあったんですけど、もう一個だけね、はい、基本的なあの編集のテクニック、はい、上等手段があって、この二つ覚えとけばまあまあいくと思うんですよ。お思うんですよ。でね、それはですね、音声、はい、音声なんですけども、音声、まあ、このカットの音声、うん、いなくて喋りますよね、はい、で、あ、OK って言うじゃないですか。で、撮りました。次、こっちのカットの音声、別に撮りたいと思って、うんうんうん、やった、あ、OK って撮りますよ、ね、はい。で、後ろの余白、はい、後ろの余白で、編集に持ってってカットする余白がですね、余白の割合の話をちょっとしましょう。はいはい、つけます、つなげます、つなげます、つなげますでしょ。うん、この後ろの音声を、はい、どういうふうにこう どういうふうに切ればいいか、うん、音声っていうか、まあ、音声と映像込みですけど、うん、どう切ればいいか、はい終わりとか結局無音になるわけでしょ、うん、そうですね、まあ、なんか必要なものを喋って無音になる、うん、この無音の割合の話がしたいんですね、うん、それから次のカットは始まりですよね、うんうん、始まりも当然無音から始まりますよね、始まりそうですね、この無音ですよ、うん、このつながるあのカットカットのお客さんから見るとどっちだった、最初がこっちだとしましょう、はい、初めがこっちだとして、これのは終わりですよね、うん、こちらの映像は次始まりですよね、この時の後ろの無音の割合、うん、まあ、静寂の割合、これに一つのコツがあるんです、はい、あのね、始まりは、うん、余白の話ね、はい、この無音の余白の割合の話しますよ、はい、始まりはの無音は3割、終わりの方の映像の無音は7割、うん、要するに話の終わりは余韻を7割、うん、要するにこの無音を100とします、で、はい、間に切れ目があります、はい、これ50-50でじゃあ年代ってことなんですよ、うん、50-50でやるとちょっとまあ、おかしくはねえんだけど、これを終わりの無音と始まりの無音を足して100とし、あ、10として10割として、うん、終わりは7割の無音にするんです、で7割の静寂、7割の終わりにするわけ、はいはいはい、始まりは3割でもいい、要はね、始まりの何でも映像の始まりでも無音から始まる、うん、から止まった状態から始まるでしょ、始まりは短くていいんです、はいはい、終わりは余韻を持たせなきゃいけない、うん、そういうつなぎ方をしてみなさい、多分ね、はい、皆さんね、まあ、あのフェードか、はい、クロスフェードとか使ってるんだけども、うん、クロスフェードはあんまり本当は使わない方がいいと思います、うん、でクロスフェード使わないとなんか変な気がするんだけども、今のことをやってみると、うん、クロスフェード使わなくてもおかしい気がしなくなる、でクロスフェードほとんど使わない映像ってたくさんありますよ、ね、ありますね、すごくありますよね、あのそうなんですよ、はい、あのやり方が分かんねえからクロスフェードでごまかすんですよ、だけど、まあ、プロ中のプロの人はほとんどクロスフェードしないですよね、映画なんか見てもほとんどクロスフェードを見ない、ほとんどカットでいってるよ、ね、カットでいってます、ね、カットでいってるのがなぜ違和感なく見れるのかと、うん、我々がやっててたものはなぜクロスフェードをしないと何か不自然な気がするのだろうかということなんですが、最初の映像の終わりの余韻が7、はい、次の始まりの映像の前余韻は3、うん、こういう構造で組んでみなさい、うんうんうん、うわすげえ、これコツ中のコツだやってごらんなさい、そうすると違いを感じるようになりますよ、うん、真ん中で5-5でやるのと、うん、なぜ7-3でやると違うのかなって思いますよ、うん、例えばね、何でもいいんですけどね、余韻がね、7-3ですから、まあ、こっちが
1秒だと30フレ、73の3は30フレだとしますわね、うん、でこっちは70フレ必要だと、余韻は70フレ、はい、70フレってことは 2秒と10枚、うん、10フレですよね、うん、2秒と10枚の余韻を持たせるとフェードしなくてカットつながりでもいくよってことって、ここまで分かればもういいでしょう。なるほど、余韻分かります、はい、余韻、前余韻、後ろ余韻と前余韻の割合をやるとフェードを使わなくてもよくなるよという話ですね。なるほど、分かってきてあげます、うん、であと何喋ればいいんですか。今新しいことでしたので、編集、そうそうそう、今編集の編集方法のことも、ね、そうですね、新しい、そうだよね、はい、うんうん、撮影方法は、まあ、なんか あと一つなんかないです、あれないです、ないです。あんまり教えると上手くなっちゃう、上手くなっちゃう。そのもうとにかくイマジナリーラインと時間軸の合わせ一致と、うんうん、その反面率の高いものは短くても理解できる、うん、反面率が低いもの、対象物が小さいものは長い時間かけないとその状況が理解できるっていうこと、それからあのカットカットをつなぐ時のお尻と頭の無音というか余韻というか静寂というか、それは 7-3 にするとフェードを使わなくても見やすくなるんだよということですね、はい、7-3って別にこっち30って言ったから30フレなんですけど、別にいいんでしょ、これ3フレでもいいんでしょ、はいはいはい、3フレであればこっちは7フレ必要だよっていうことですね、はいはい、そうです、そういうことですね、はい、なるほど、そうすれば違和感なくなんですよね、不思議なもんでね、はい、なんか人間の生理なんでしょうね、きっとね、不思議なもんなんですよね、見終わった後って少しやっぱりちょっと考える時間あるのかもしれない、 あのね、始まりっていきなり始まられても結構いいのかもしれない、うんうんうん、もしかすると、うん、新しいお話ってポンといきなり始まってもいいのかもしれない、はい、待たされるよりは、うん、だけどそうそう、でも話が終わってからスパッと切られるとなんか変な感じ、はい、ああ確かにそうですね、ちょっと余韻がないと終われない、うん、終わりだという予感をしてないとは思うんじゃないですかね、はい、ちょっとその心理は分かります、うん、ただそういうことをよく言われますよ、うん、ですね、あ、分かる気がします、分かる、はい、うん、試してごらん今度、あの今みんなほら、ね、自分で喋って編集してるじゃない、くっつけてってるでしょ、うん、くっつけてってるところのくっつけはどんな風に切ってか知らんけど、なんとなく切ってんじゃないですかね、うん、まあ、でもそういう風な、まあ、あの、まあ、定石セオリーみたいなことをちょっと意識してやっていくと違う、うん、ということはね、後ろが7、頭も3とかっていうことはいきなり撮り始めるとダメだよってこと、うん、カメラでいきなり撮り始めると前余韻がないわけだから、うん、はい、じゃあこのシーンいきますよって言って、あのこうやるってシーンだったら、うん、このシーン、はいスタートってすぐこうやったらダメなんですよ、はい、分かります、このシーンいきますよって言ったらちょっとじゃあ一息入れてからこう言ってください、うん、ってこう言わないと、はい、はいどうぞとこうやるわけですよ、はい、もう余韻取れないんですよ、はい、全然、うん、だからまあ何度か言ったことあるね、あの撮影前に一呼吸置いてからやってくださいとかって、ね、そうですね、本当はもっと置いた方がいいんですよ、うん、でじゃあそこから歩いてきてくださいね、いいですか、はいどうぞって言ったらね、慣れた役者はしばらく止まって歩き出すんですね、うんうんうん、この、うん、あの余韻をどう使われるか分かんないから、はいはい、余韻を提供してあげるわけですよ、うん、で下手な編集マンはその映像が、はい、を見るとさっきまで止まってたろっていうのは分かるじゃないですか、うん、ね、ります、うまいとなんか歩いてたのがこっちから歩いてる感じ、うん、あ歩いてる別のカット、うん、でこっちから歩いてる別のカットってこううまくつながるけども、下手な編集マンはなんかこう止まってて歩き出したみたいにつなげていくでしょ、うん、だからそれは短くていいんだから、もうちょっとこう前余韻を短くすればよかったんだよ ね、そうしなかったからなんかいかにもこれはカット撮影してるだろうってバレちゃうわけね、と、はい、うん、いうことですね、あとはないですね、何かありますか、ないですね。あの編集でエフェクトかけると余韻がないと次のシーンになっちゃう、うん、なっちゃうよね、動きが出たりとか、そうそうそう、それがそれですよ、だからあのカメラマンはやっぱ演者にですね、
はい回しましたとか Q だし線っていう感じですか、うん、口で言うかはい回しましたとか言うじゃないですか、はい、だ時に、ま、何かな、まあ、どう考えればいいかな。例えば自分でカメラこう担いでると、はい、でこうテイク2とかってことやるじゃん。こうやって入れて、はい、入れて自分だけを、はい、役者チール、はい、こうテイク2とかって入れる、もう撮影始める。で打ち合わせとしてはこうやったらやってくださいとか言っとく、うん、でこうやって自分入れちゃうってやると間は取れるよね。その人がいくら急に始めても、うん、もうすでに間は、まあ、撮影回ってるから、はいはい、いけますわね。いけます。そんなことも工夫しなくちゃいけないかもしれないね、うん、人にやっぱりほら特に慣れない人ってすぐ始めちゃう、ね、始めちゃいます、ね、それとつなげするときにちょっとうまくつながらなかったりします、はい、こうやって頭回転しに下ろして喋り出す人もいるので頭回転のが入っちゃったりする、ね、入っちゃうでしょ、うん、ね、そう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 、こういうふうにやってて、はい、あ、Q 出した、はい、はい、こう急にやっちゃうと、こう全然その頭書いたの取らにはいけない、全然余裕ないです、余裕がないっていうことになりますね、はい、そこはあると思いますね。あのいい編集するためにはいい撮影しないかん、撮影するためにそこそこ工夫しないかんですね、うん、と思いますね。あと何でしょうね、あとまあ編集まで来ました、はい、そういう撮影の基本的な何ですか、技も聞きました、はい、あとはどうなんですかね、作品作る時のこの過程みたいなのあるんですか、うん、進行方法的な、あ、ビデオ、ビデオ、あ、やっぱり、うん、企画からでしょ、うん、企画からコマーシャルならCM 企画、はい、でその時はまずその最大限 CM 短いですから最大限訴えなきゃいけないこと、うん、訴えたいこといっぱい言ってきますよね、はい、お客さんはね5個も6個も言ってきますよ、ね、うん、15本になかなか入らないですよ、うん、なのでいやおっしゃって結構 5個ぐらい言って結構ですけど優先順位聞くわけね、必ず優先順位を聞いて、うん、一番じゃあこの5個の中でどれを1個だけって言ったらどれですかって言って、うん、そのまあそれ押さえといてできるだけ入れてみて、何言ってるか分かんないんだったら優先順位の低いのを落としていくわけだし、はい、まあ、結構分かるんじゃないのって言ったらさ入れていくわけですよね、うん、例えば、ドラッグなんとかのお店の話って、はい、セールですよって言っといて、はい、最後にポイントカード始めましたみたいなことも入れてとかって、うん、クライアントさん言ってきますよ ね、 言ってきますね。それがコマーシャル全体に訴えるメインのことが濁らないんであれば入れてもいいと思いますけど、うん、もういっぱい入れすぎてもあれは入ってはるまいって結局なんだよっていうと、うん、印象がかえって弱くなるから、うん、できるだけそれは絞った方がいいですね、うん、その企画が最初。なるほど。で企画ができてテーマができたらその普通は絵コンテを描くんですよね、はい、絵コンテを描くときにですねいきなり絵コンテを描くんじゃなくてできたらですねナレーションから描いてほしいんですよ。あ、はいはい、ナレーションを描くとですね言わなきゃなんないことっていうのが具体的にはっきりするわけですよね、うん、はい、そうすると絵は起こしやすくなるんですよね。うーん、うん、それはありますね、うんうん、ナレーションを先に書いといて絵面に入った方がいい、はい、だから頭の中で絵面が分かるなら絵コンテ書かなくてもいいです。空白でも構わないですよね。からそのまあ何個に割るのと、うん、そのカットを何個にするのっていう時にはナレーション書くとテキスト情報とかも決まってくるじゃないですか、ね、まあテロップとかね、はい、決まってくるよね。でそれも絵コンテには入れといて絵は後でもいい、うん、絵コンテには乗っけといてこのカットでこのもテロップ入れとかなきゃいけないってことで入れてみると、うん、ここにこうやってテロップ入るんだからここに役者の顔とか来ちゃいかんよなってことはわかるでしょ、うん、ね、その時にもうどんな構図を取らにゃいかんかってことは大体もう制限がされる。ここにこういうテロップ入るんだから、はい、そこにこんな辺にかぶっちゃったらダメじゃないですか、あのど真ん中に入れてくれって言ってるのにじゃあテロップドラマの中に入れた、うん、でど真ん中に入ってる役者の顔もど真ん中あったらどうするんだって話になるじゃないですか、うん、そこをだからナレーション書いてテロップの位置とか、まあ、大体配置大きさを決めといてから、うん、絵面を考えた方が楽ではある、うんうん、ここにこういう絵入るんだからじゃあちょっとこう抜いてここに空白を置いとかねえとそのテロップが乗らんよねとかね、うん、ロゴが乗らんよねとかっていうことは分かるじゃないですか、はい、逆をすると大変だと思うんですよ。
撮影先にやっちゃってちょっと隙間に入れざるを得ないじゃないですか。視聴がうまくできるかが問題ですよね。でそういうやり方ですよね。それからコマーシャルじゃなくて、まあ、1分以上のなんか PV とかね、そういうことであれば、まあちょっとした絵コンテじゃないね、もうね、脚本みたいになるかもしれない、ちょっとした脚本か、うん、みたいなことになるかもしれませんね。まあちょっとした物語になっちゃう、ね、15秒が物語になかなかならないと思うけども、あ、15秒物語にするとか最近ちょっとあったね、なんだっけな、はい、松たか子と松たか子の親父の、はい、あの新作コマーシャルで、結論は何か、これはコーヒーのコマーシャルだったかな、何だったかなんだけど、裁判所みたいなやつで、こう親父があのなんかデザイナーの、まあ、弱者のデザイナーのデザインを大手の著名なデザイナーが盗んだみたいな感じの話だよね、あれね。あれをわざと短いコマーシャルにするんだけど、なんかわかるよね、短くても。こんな話なのかなっていうのはね。あれってさ、映画のトレーラーって知ってるかな？トレーラーってわかるかな、うん、まあ、映画の番宣みたいなものですよ。前宣伝みたいな、うん。トレーラーってね、まあ、大概3種類ぐらい作られるんですよ、うん。そのトレーラーはですね、その映画を端的に示すように、うん、端的なカット編集みたいなことをするわけで、はいはいはい、こんなイメージの映画なんですって伝えるんですよ、はい、うんうん、まあ、あれ的手法だなと思って、あのコマーシャルはなと思って見てましたけどね、トレーラーか。ということは、まあ、長いしっかりした脚本っていうかストーリーがあっての、うん、こことこことここつまんでみたいな作り方してるわけ、はい、これは例えば今から制作を始める番組の CM にも取り入れてもいいですね。いいですよね。要するに歌あり笑いあり涙ありみたいな、昔なんじゃないですか、あるんですかね、うんうん、それありますね、愛と涙のなんとかとかさ、はい、あるでしょ、うん、そういうことですね。愛のシーンはなんかそのあのヒロインとヒーローがこう接近するところをやるとかさ、涙っていうのはもう挫折してガーッとこういるシーンをやるとかさ、そんなのあるじゃないですか。だから映画のトレーラーって面白いでしょ、そういう意味では。まあ、の勉強にはなりますよね。ああ面白い。1分コマーシャル、まあ、30秒コマーシャル、1分コマーシャルなんかのは映画のトレーラー的手法っていうのもあるからね、と思いますね。コマーシャルを脚本仕立てっていうことも1分ぐらいだったらできるかも、はい、うん、っていうことですね、うん、そういうふうにしてやってみて楽しんでみてください。楽しむのも大事ですね。楽しむの大事ですよ。あんまり僕制限しないじゃないですか。みんな自由なコマーシャル作ってるけど、あんまり変態チックなことするなよとかって言うぐらいで何もほとんど言わないじゃないですか。で作るのはやっぱ楽しいでしょ。やっぱりそいつから取り上げると良くないんですよね。その人からね、良くないですよ。やっぱり出来不出来よりもその人が楽しんでやれるっていうことの方が実は長々とその仕事なり、作業を、はい、愛していくというかな、めでていくことになるから、決して上司とか先輩が自分の価値観をあんまり押し付けないんで、しかしまあ失策にはならない程度にちょっと言ってくれ、うんうん、できるだけ自由にさせてやった方がいいでしょうね、はい、第一本人分かるはずですよ、自分の作ったものがどうなのかっていうことは後から、はい、あるいは他者のものを見たりなんかしてわかるはずですよ、うん、その気づきのところに勉強しなくちゃとか、何、うん、か研究しなくちゃとか、漫然とテレビを見ちゃいけないとか、はい、漫然と映画を見たいけないとか、うん、漫然と映画のトレーラーは見るべきじゃないんだとか、こう変わってくるよね。そっちの方がはるかに進歩を加速するんじゃないですかね、うんうん、上からガンガンガン、お前は下手だなとか、こんなことするんじゃねえとか、人の価値観を与えられるようにもね、はい、と思うけどね、と思います。やるぞって。やるぞって。やるぞ。今も怖いな、これ、ヒゲ。ということで。はい、ということでね。はい。
はい、いいんじゃないですか。本当ですよ。2月7日からですね、この番組、うん、始まって放送8回です、うん、8回みんなにしたんですよ、8回毎週火曜日、金曜日、うん、なるほどね、お届けしてまいりましたけど、8回もした、うん、皆さんビデオ撮影学びましたかね、うん、そうねどうですか。でも重要なことはさっき復唱して言ったけどね、うん、そこですよ、そこですよ。それから、あ、そうだな、もう一個言っとこうかな。最初は、うん、基本をやった方が僕はいいと、うん、で、何でしょう、こう、まあ、プレミア程度は基本なんですけど、はい、まあ、兄弟ソフトでアフターがあるんですか、アフターエフェクトがあるんですけど、うん、アフターエフェクトは確かにコマーシャル15秒ぐらいですと、お客さんの要求をするためには必須なんですよね、うん、でもっと激しいお客さんのことになると 3DCG を持ってこなくちゃいけないっていうのはことになるんですが、はい、まあ、当然高額になるんですけど、うん、それも何もかも全部このプレミアで基本的な編集をするっていうことの土台に乗っかってくるんですよね、うん、そういうものはね、うん、いちごショートのいちごみたいなものにあんまり気にしないで、うん、じゃあパウンドケーキとクリームの土台のところをよく考えなさい、うん、それがうまいかどうかでいいいちごだとかなんかなるほど、あとでもいいと思うけど、いうのが僕の思いですけどねなるほど、うん、と思います。単純なことをやってみてください、うん、単純っていうか基本的なことをやってみて、基本的なこと、うん、そう思います、はい、うん、随分古い本だよね、これね。どうですよ、皆さん、これ。そんなの。この8回で、こんなに使いました。こんなのね。うん。もう、どうぞ、本いっぱいありますからね。僕、どうぞ、見てください。うちの本棚に、うちの事務所の本棚にいっぱいあります。はい、見たことあります。たくさんあります。勉強してみてください。はい。ということで、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、うん、最後に。そうですね。あ、おつきさん、はい、最後に、はい、俺何か、はい、何にもないけど、頑張ってよって、頑張って作りなさいよって、楽しむことは大事ですよと、うん、で基本に忠実にね、基礎に忠実ね、はい、と、そこから徐々にバージョンアップして進化していって、うん、まあ、そうだね、いずれは 3DCG ぐらいやるぐらいな、うん、人になってほしいですね、うん、はい、頑張ってください、はい、はい、以上ということで素晴らしい言葉いただきました、うん、この放送機会にですね、ぜひ撮影ですね、チャレンジしてほしいなと僕も思います。ということで、よしろシリーズチャレンジビデオ撮影、はい、これで放送終了させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございます。さよなら。さよなら。